超える。ガシャンガシャンガシャン。竜王ファイナルハー。こんにちは、変形合体です。今日はテレビマガジンの10月号を紹介します。1ヶ月前のテレビマガジンなんですが、このホイールチェンジガンがついているので、ここに写っている竜王ホイールのお面もついてるんじゃないかなと思って買ったんですが、どうもついてないみたいです。竜王ホイールの変身シーンをやってみたかったんですが、残念ですね。とりあえずフロックのホイールチェンジガンはこんな風になっています。これとここですね。こんなにありますね。できました。結構大きいです。ここで持てます。そしてここでポンプアクションですね。ちゃんとゴムで戻ります。実は作り方を見ないで作ろうとやってみたんですが、結構構造が、こことかですね、複雑だったので、ちょっと諦めて作り方見ちゃいました。結構複雑でよくできてると思います。そして弾はこれです。なんかトランスフォーマーのエネルゴンキューブみたいなやつですね。これをこっからですね、ここに入れてこう引っ張って離すと、あれちょっと飛ばなかったですね。ここ引っ張ってこうキューブは落ちるはずなんですけど、これあんま落ちないですね。これは最初からここに入れた方がいいと思います。これでちゃんと飛びました。そして的が3つあります。アザルトとクバルとジニス様ですね。ナリアもここにいます。こんな風に並べてやっつける感じですね。あれ、なかなか当てるのは難しいです。一応当たりますね。これは2つ一点に入れたりとかして、当たりました。今度は3つ一遍に入れてみます。これで感じですね。そして2番目の付録はシール200枚です。この表紙を開けてこれですね。切り離しました。結構シール多いですね。ここがジオージャー関連で、ここが仮面ライダーゴーストでウルトラマンですね。そしてこれサンダーバードとトランスフォーマーとハイパーレスキューですね。そして3番目の付録はジオージャー覚醒銀剥がしスクープ&クイズブックです。とこれのことですね。こういう風に開いて、結構あります。クイズになってますね。10円とかで剥がすやつですね。結構量が多いですね。ウルトラマンもあります。そして付録の4個目がこれ最後ですね。ウルトラマンオーブ秘密の秘密ブック、秘密の秘密ブック。どれかなと思ったんですけど、これの、さっきの銀剥がしの裏側がそうだったみたいですね。この銀剥がしは、獣王者の表で、裏が秘密の秘密ブックです。後で読んでみますね。あと獣王イーグルのヤマトの
なりきりウェアですね。これちょっと欲しいんですけど、まあ、ここですね。どうも、子供用だったみたいです。あ、そんな感じですね。身長が110センチか120センチということなので、さすがに切れそうにないです。というわけで、付録はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございます。変形があったりするものを毎日レビューしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。